今からあの広島名物ウニホーレンを食べたいと思います。いただきます。バケットに乗せて食べるみたいですよ。ちょっとこれだけでいきます。いただきます。美味しいのかな。ウニとバターとほうれん草を炒めた感じで、これ水晶で焼いてるそうです。水晶で。いただきます。ちょっと猫舌なんで、いきます。うん、いや、美味しいです。思ったより美味しいですね。ウニとほうれん草を炒めた感じの味です。シンプルにウニとほうれん草を炒めた味です。ウニとほうれん草とバターで炒めた味です。ご家庭でご気軽に、はい、ちょっとなんかだし醤油が入ってるような感じでさっきおっしゃってたんで、はい、そんな感じです。お前ら愛してるぜ。普通に美味しいです。ありがとうございます。